お疲れ様です水戦さんあのお金がないは嘘ねうん冷静に考えるとね、まあ、全然ないことはなくて何に対してお金を使って何に対しては使うのを惜しむのかっていう話だと思うんですけどもあのアメ車に乗ってねもうかれこれ3年4年と経つわけなんですけどもその間にアメ車を乗ってる、まあ、先輩方っていうかねもうアメ車とか急車に乗って10年 15年という方があの車を手放してて、ね、くく例がやっぱり出てくるんですよねその理由の代表格が家族にお金がかかるようになったからとかねあの結婚することになったからとか2人目の子供が生まれたからっていうことなんですよ。でずっとアミシャが幼い頃から好きでそのために全身全力傾けた人がその車を手放してねなんかもう本当売る時って二足三文なわけですよね。 鉄くずですからね。で思いの中で。まあ多くの人が。あ、それはしょうがないよねって共感するんですけども。しょうがないというよりも。まあそんなもんだと思うんですよね。うん、自分の。好きなことに時間やお金を使う人と。自分の好きな人にね。それを傾けることを厭わない人。っていうので、やっぱアメ車乗りってかっこいいなと思うのが。あの心はアメ車乗りなんですよね。今までティションにかけて。カスタマイズしてきた車。それこそ。バンパーや。 ナットの一つまで自分の手で締めてきたわけじゃないですか、まあ、言ってみれば自分の分身とか我が子みたいなもんですよねでもやっぱりこう家族に対して不自由させた片っぽでそんなことするわけにはいかないと思えば、まあ、売るわけですよねで車乗っても二足三もなんですけども維持費がかからなくなってくるんでその分家族に振り向けることができるって考えたらねいや本当になんかこう身につまされるものもあるっていうか やっぱお金は作れるもんなんなだろうなとは思うんですよ、うん、でアメ車乗るのをやめてなんかそう30万ぐらいの軽自動車みたいなのを中古で買ってでそれで家族で過ごすとかね言うみたいなんですけどもあまあそんなもんかこう何を優先にするかっていうことになるんですけどもいや自分のアイデンティティのためにこれは捨てらんないよみたいなねそんな人もいればね だからこうこうあってほしいなと思うのは一番自分の好きなことを棚にあげてもこう誰にこう接してていいくかかっううこととななのかなと思うんですよじゃあその中で私たちみたいに商品を売ってね、えー、お金頂くってことは多分お金を払う人って、まあ、自分の私利私欲もあるんだけどもだけども自分の好きなことをやめてねそれこそ昼飯を減らして作ったお金でなんとか。 チャンスを見しして周りの人を幸せにしよううと思う気持ちなんでしょうねでも何ら我慢することなくそれこそできる範囲でそこそこのことをやってうまく生かそうと思えばなかなかこういう気持ちにはならないんだろうなと、うん、だからあのマイペースとかっていうのはねすごくね <laughs> あの嫌な言葉ですよねマイペースでうまくいくわけがないというねそれからあの寝る間を惜しんでやらなければ得るものはないですし うん、それがね片手片足を失ってでもやる価値があるところまで極端なところまで来るわけですけどもまあ実際そうなんじゃないですかね、うん、やっぱ生きることに失敗したらそれは命を捧げても仕方がないと思うんでそのぐらいの覚悟でやったらなんか成り立たないものってないと思うんですよね多くの人はそこまで腹くくってないんで本当ちゃんとらおかしいことばっかりやってますからねだからまあいつもねその與澤さんの言葉が思い出されるようになったんですけどもそのフェラーリ一台 程度買えないいで何楽しい人生があるんだろうみたいな、ね、別にフェラーリが楽しいだけじゃなくてそれこそ3,000万4,000万っていうお金と毎月のそのフェラーリの維持費が20万か30万ぐらいかかると思うんですけどもいやそれすら払えないでどんな楽しいことがあるのみたいなあなたの楽しいことってそんな安いことばっかりでできてるのみたいないろいろとねあのこう掘り返すことができるんですけどね、うん、なんかね。 まあ私たちには別にクリスマスはありませんけどもクリスマスでもなんかもう買えないとかねお金がなくてプレゼントが買えませんっていう人も確かにいると思うんですけどもそそれは誰がうういう状態にしちゃっったんでですすかってことですよねクリスマスは毎年来て10年前から10年後のクリスマスがあることは確定していて20年前からもそうですからねまあその中で10年後とか20年後に 金がなければもう寒い中、ねえー、なんかすごく本当に心から寒い,寒いみんながあったかく楽しく過ごしてる中で自分だけは惨めなことになるっていうのは想定で,できるんでそうならないように10年かかり20年かかりで積み上げることぐらいはできたのかなとか思っちゃうところがある時今またねメールの方来てますけどもこれはきついですよこのメールが今の時期に来るのは、うん、内容はちょっと申し上げられないんですけどもうん。 まあ結構ね、お分かりのメールですねこれはねこれはきついっすよこのメールはかなりなかなかあの何もしてあげられなかったんでとか書いてますけどねなんかこれを家族に言ってほしいですよねなんでそう家族には言わずに森に言うんだみたいなことになってきますけどこういうことをね家族に話さないからこういうことになっちゃうんだろうなと思うんですね というね、なんか暗い暗い面もあるしまあ明暗がはっきり分かりますよこういう時ってな大体年末になってくるとおおほとんどの方が懐があったかくなるもんなんですよね昔からね、うん、それ年末が来るってことが分かってるから早い人は夏ぐらいからねこう年末のために少しずつ蓄財って貯金していくわけですよねうんまあこれはきついですねちょっと内容読みませんけども長いメールだったんですけども 最初のうち読んだだけで、はあ、まあこういう風になっちゃうなと思うよ、ねうんんプレゼントどうじゃないですよこんな人は、うん、なんか何で生きてきたんでしょうかとかねこれでも10代や20代の頃は何でもできると思ったんですがでその頃に出会った人が自分に期待を持ってくれてついてきてくれたのに未だに本当のことは 話せないでいででるそうです、ね、本当のことを話せないようなそんな人がねそばにいるというかね、うん、なんか言いづらい環境を作ったんでしょうねその人もね、うんはい、まあまあそんなところでねあお金がないは嘘という <laughs> 作る手間が惜しいだけということでございます、うん、やっぱりのんびりしたいですからね、はい、じゃあまあ吉田さんじゃあ,あと残り5日間ぐらいですか うん、あとねあの一花咲かして今年も締めくくりましょう12月31日の23時59分除夜の金がゴーンとなるまであと何百万円いけるかそのぐらいの気持ちでやってもいいっすよね、うん、俺あれはね。じゃあ